ブラル・ブライトマン。1999年頃から、現在の芸名を用いており、その前は、ザブーと名乗っていた。ザブ・ブレットマンとも表記される。パリ出身。祖父は、モルドバ系移民のイシリュシアン・ブライトマン。父は、俳優で、脚本家のジャンクロード・ドレ。母は、元女優、セリーヌ・レジェ。1964年に両親が出演した、テレビシリーズ。 ティエリー・ラ・フロンドの1エピソードに少女役で登場し、その際は、ラプティ・イザベルとクレジットされた。1980年のドロテ主演のシャンド、マルス公演でのクリスマス興行、ドロテ英雄ペイズでシャンソンに配役され、本格デビュー。その際、ザブーと名乗る。翌年は、オランピア劇場公演に続いて、国内巡演する。その後は、 彼女の TV 番組にも出演。1982年公開のエル・ボイト・デ・ネーンズ・パートゥーのヒロイン、白雪姫役で映画デビュー。以来、ラ・ブームにゴールド・パピヨンに出演してコメディエンヌブリを発揮。ビリー・ゼ・キックで評判となり、セザール賞有望若手女優賞にノミネート。1987年、ロジェ・プランション演出でモリエール作。 ジョルジュ・ダンダンにアンジェリーク役で出演し、ビルール・バンヌ国立劇場にデビュー。国内12年後、その映画版、ダンジンにも出演。1991年より、アニエス・ジャウィジャンピエール・バクリ作、共演、キュイジーヌディペン・デンシズに主演し、これが代表版となり、ロングラン。その映画化、キッチンでの出来事にも出演したが、 舞台の合間に出演したコリーヌ・セローの女と男の危機の演技で、セザール賞女演女優賞候補となった。その後も、ジャック・ウェベール演出、タル・チュフ、ミシェル・ブラン客色も、話題となったアラン・エークボーン作、あなたに会えてよかった、コミュニケーティング・ドアーズといった喜劇や、アリエル・ドーフマン作、死と乙女、デイビッド・ヘア作、スカイライトとシリアスな作品にも挑戦。 2014年には、休みなレザス作、コモンブーラ・ラカントズ・ラパルティ・フツ・ショエンを主演した。2001年からは監督もお手掛け、初監督作品である、記憶の森で、セザール賞最優秀長編第一回作品賞を受賞している。2004年1月に、アトリエザで初演された、イザベル・カレ主演、ロラント・ポール作、リベール・ス・ラ・テーブルで、 舞台演出家としても活動を開始。2013年には、コメディフランセーズの依頼で、ジョルジュ・フェドー作、システム・ラ・バディエを演出。2014年は、パリ・オペラ・雑誌に演出による、モーツァルト作曲、高級からの誘拐でオペラ・エミ・家デビューした。彫刻家、ファビアン・シャロンと暮らし、娘、アンナ・シャロンと、息子、アントナン・シャロンを設けている。なお、二人は、 記憶の森に出演して以来俳優としても活動している。ありがとうございます。